どうもー、藤田です。ということでね、第89回となる今回は、超惑星戦記メタファイトの最終エリアのノーミスクリアにチャレンジしたいと思います。メタファイトなかなかね、後半難しいですからね。で、今回の成功報酬は、惑星戦記にちなんで、綺麗な見た目で人気の惑星チョコをいただけるということです。こちらですね。綺麗な見た目の惑星チョコというやつですね。まあ、僕初めてですけどね。まあ、バレンタインね、この前あって、あれはあれでね、僕いっぱいチョコはもらいましたが、このチョコはチョコでね、もらえたらいいななんて思っております。ただし失敗の場合は罰ゲームとして、ペナルティ付き惑星クイズに挑戦します。惑星に関するクイズに挑戦して、間違えるとシュークリームにわさびとからしがトッピングされ、最後にそれを食べるという罰ゲームだそうです。まあ失敗はないと思うんでね、挑戦したいと思います。はい、それではメタファイト7面終わりから8面ラスボスまでいきたいと思います。今7面終わりなんで、この人になってるんですね。このマシンに乗り込むと、ボスとか、このね、面のボスとか倒すときはもうマシン降りて、進んでいくみたいなことになってるんですね、このシーンで。この P っていうのはパワー1面降りてないか、パワーっていうのは左下のやつで、パワーが0になるとやられる。本来残機もあるんですけど、まあ、今回一気勝負だっていうことですね。この P は結構出るんですよ。で、上のコブって書いてあるやつは、空中を浮遊することができるんですね。空を飛んで、他の迷宮に行くみたいなシーンがあります。で、このピースが結構出るんで、本来ダメージを受けたらこうザクを倒して回復するみたいな手法でやった方がいいと思います。まあ、ちょっと僕はね、それはプロとしてね、避けますけど、まあ、ただこの通過点で P が出たら取る可能性もあります。これでもね、避けれないフォーメーションとかもあり得るんで、敵の攻撃とか危ないっすね。うまい、流れるように行ってますね。あっ、あっぶね、今の分かります？今のはね、あっていうか、まあミスではないんですけど、どういうことかというと、このいろんなね、能力があるわけですよ。この面、最終局面のちょっと手前まで来てる間に、だからこの天井とかをね、走れるんですよ。で、走るジャンプしたいときに十字キーが入ってると、あんな感じで回転しちゃうんですね。それがやっぱね、いろんな操作ができるからこそ難しくなってる。それを的確に使う必要があります。今のはね、メタファイあるあるですね。で、ここは地形を崩して進んでいくというシーンですね。こんな感じで微妙な操作をしていきます。H っていうのはコブの位置でもいいです。P のやってるやつはよりパワーの回復します。一応取りますか。見えたんです。でですね、これは上に行く必要があるんですけど、操作がね、ちょっと本当どっち向いてるかもうね、ちょっと分かんなくなってきましたね。こう来て、こんな感じで、ちょっとこう、この場合、右に行くと上に P っていうのがあるので、ちょっと待って、右に行くと左行くと下に行くということは、
ってことに難しい。なかなか難しい操作なんですこんな感じで。まあ見せるようないですけどね、これ地形を間違って隠しちゃったとしても一回出れば回復してるんで、それは安心してください。首やばい、なかなかな攻撃じゃないですか。まあまあダメージはそんなでもないとは言えない。やべえよこれ、結構すげえ速さが来たじゃないですか今の。やべえ動きだ。で2に行くと、あ、ね、7面から、8面最終面に行くには7238っていう順番の必要がありますね。だからパッと行かせてくれないと。これでもね、十字に入ってるとこの池に入っちゃったりとかするわけですね。このマシンの、まあ、普通のビーム以外に特殊攻撃があるんですけど、本来スタートで切り替えたりとかあるんですけど、一応デフォルトであるこのフォーミング弾にしておきます。まあ、出るとじゃないですけど切り替えてね、ちまちまやんないみたいな。本体やった方がいいですけどね、ここもねなかなかあの分岐とかいろんな道があったりとか、ね、結構きついし、これ芋虫がね張り付かれると超やばいんですよ。攻撃できない上に張り付いてくる。でこんな感じで入ってきます。でこれで3と3、あ、危ねえ。この天井を歩けるパーツを持っているとこういけるんですね。3の面に初めて来たというのは、あ、危ねえな、この先の道は見えてるんだけど行けないみたいな、この針があって行けないみたいな状態なんですね。だけど上から行くとこう行けると、でこう通過するとその先には八の迷宮があるんですね。ここが最後の面。ようやく7から8でも結構なまあ長い距離でしたね。ちょっとこれ見えてるんで撮らさせていただきますここダメージ受けるんですけど、ショートカットこういった方が早いってことですね。ここやばいっすよマジで、危ねえ。あの天井をね進めることによって今みたいに今の針の方に進んでいっちゃうんですよ、操作の仕方によっては。そこが怖いところなんですよね。で今、ドアいっぱいですけどこの奥に入る、ここも超やばいですよ、ね、何がやばいってこのね徐々にずらしてって、これは何も使わないでもいけなくはないんですよ。だけどちょっとね置きにくいじゃないですか、ちょっとねホバリングで行かさせていただきます。でここもショートカット決まりましたそしてですね、まだここもヤバいシーンは続くんですけど、これイモムシがヤバいですね。まずね、いや結構回復が出ますね。こんな感じで、危ない、この着地されちゃうと次張り付かれるんですよね。張り付かれてダメージ受けるみたいな。あ、ぶね、あの中に入っちゃうとダメージをヒットコンボで受けるみたいな。あ、ぶねえなこの動き、やべえ今の。ああなっちゃうとね
ジャンプをしても十字キーが何やかんや入ってるみたいな感じで、ああなってる。これ通過点なんで取ってきます。やばい、やばい、あの破裂が一応キー、やべ、こっち行っちゃうんだけど。そしてボスの手前の通路みたいなところですね。ここもいっぱい敵が出てくるんですけど、このキーも出てくるんでね。やべ、通過点なんでピーハト。まあこの最後ね、ボスは降りて戦うんですよ。降りて戦うんで、このマシンのパワーと降りた時の人のパワーって違うんですよね。だから別に取っていく必要はないんですよね。危ない、怖えな。まあ当たってもいいんですけどね、別に。はい、来ました。そしてこの最後のとこ入ってくるんですね。入っていって、ここで降りると、降りる。でパワーはまた違うんですよ、人と、ね、これで最後のボスのところに行きます。はい、まあそこに敵の波がいて、まあいっぱい崩せるんですけど、この上に行くとボスがいます。ここですね。まあいろんなやり方あるんですけど、とりあえずね、これは連打でいきますね。こんな感じで、これなんかボールみたいなやつが変な角度で入ってきた時だけは避けたりする必要があるんですけど、基本的には打ってた方がいいですね。処理落ち的なもので、このこっちの攻撃が外した瞬間にこのボールとかも速くなるんで、はい、やりました、しました。そして終わりじゃないですね。ちょっと手に汗握ってますけどね。最後のボス、これこそがラスボスだ。ここももう連打でね、本来はこのショットの固定っていうのがあるんですよ。 A ボタンを押すと固定、攻撃方向固定で そうすると逃げながら撃ったりすることもできるんですけど、ちょっとね、手も疲れてるのもあって置きに行くじゃないですけど、この方がね、ミスは少なくなるんで、今回タイムアタックでもないんでね、硬いんだよこの敵。ラスボスだけあって硬いなって、ね、言ってますけどね。危ない、危ねえ。まあ一応2段目なんで、1回このムチみたいなやつを受けると2段目なんで、そんなでもないですけど、何回か受けてもいいんですけどね、受けない方がかっこいいじゃないですか、やっぱね、プロとして。危ねえ、連打、はっ、手が疲れてきた。危ねえ、危ねえ、あ、ぶね、結構遠くまで届くんで、あれ、あ、ぶね、どうやってもくないんだけど、突っ込んでたらもっと早いんですけどね、本当は。やりました、やりました。危ね、手は疲れたけどノーダメです、ボスはね。そして感動のエンディングになだれ込んでいきます。決まりました。はい、ということでね、メタハイト決まりました。ちょっとね、道中とかおぼつかないとこもありましたけど、ボスもね、お金た感もありますが、ノーダメ決まりましたからね、やっぱ決まったと言っても過言ではないんじゃないでしょうかね。ということで、惑星チョコゲットです。いや、これいいですね。いろいろカラフルなチョコがいっぱい入ってるということで、見てみますよ。お、すごい。ん、地球があっていろんな惑星があるみたいなことですかね。黄色、緑、青、いろんな色がありますね。じゃあなんかちょっとね、まあこの地球もいいんですけど、これはなんかコインチョコみたいなやつなんで、このなんか大きそうな、これ
唇みたいなやつ、赤いやつ、これいただきますね。これ何なんだろう、これこれどういうこと、唇みたいな感じですよ、マジで。ちょっと説明見てみましょうか。これね、メテオレッドかっこストロベリー。メテオレッドは流星流星、え、どう見たらこれが流星なんですかね。流れ星なんかこうなんか長いイメージがある。まあメテオレッド、流星の赤ってことですかね。それでは味がストロベリーか、いただきます。あ、中にストロベリーのクリームが詰まってる。うん、甘くてカラフルで美味しい。見てよし、食べてよし、美味しかったです。でね、まあ、惑星といえば僕みたいなイメージあると思うんで、惑星クイズ挑戦してみますか。はい、ということでね、惑星クイズの用意が整ったということで、この問題がまず渡されたんですけど、じゃあ早速いいですか、いっちゃっていいですか。自分で読んで答えろということで、今見ます、初めて見ます。地球の自転周期は24時間ですが、木星の自転周期はおよそ何時間ちょっと待って、自転周期って他に各々違うのはなんとなくそんなような気がするけど、地球の24時間が早いか遅いかが分かんないもん。木星は早く回ってるのか遅く回ってるのか全然分かんないな。とはいえ惑星といえば僕なんでね、これはもう勘でピタリといくと思うんですけど、木星の自転周期は48時間これじゃあまあ間違いということはいいんですけど、続いて次行っちゃう感じですか。間違い何時間だったんですかね。次、あ、また地球の自転周期は24時間ですが、火星の自転周期はおよそ何時間。これどうなんだろう、早いのか遅いのかどっちなんだろうな。地球の24時間って早いのか遅いのかっていうのはピンとこないからな。でもやっぱゆっくりなんだろうな、もっとゆっくりなんだけど、でも48はさっき言ったからだもん。じゃあ逆に木星の自転周期は12時間ちょっと待って、ちょっと待って、これ答えは何だったんですか。ところでこれ合ってる可能性あるんじゃないですか。じゃあもしかしたら木星は10時間、10時間、火星は24時間だそうです。あ、同じなんですね。惜しかったですね。だっておよそだから12時間で10の方に来てれば正解だったおよそ、まあ、あ、そういうことなんですね。火星は同じで木星が早いってことですね。皆さん勉強になりましたね。ということでシュークリームわさびとからし入れたシュークリーム食べてみますか。はい、ということでね、このシュークリームこれ出来上がったということなんですけど、こっから入れましたっていうのは見えてるんですけど、これ大丈夫ですかね。こっから食えっていうことでもあるんですかね、これはからしとわさび、いやーこれきつそうな気がする。こんな入ってるよって、だって立ってるもん。いきますよ、こういっていいですか、これでいいですか、これいいですね、いきますよ、いやーうーん、あー鼻に食う、うん、ああ、何来た。これはね、やばい、マジやばい。鼻の中になんかすげえツーンとき、これわさびがきついのかな。涙出ました。このね、クリームとわさび。とからし、これはね、意識が宇宙空間にワープしちゃいましたねなんて言ってますけどね。ということで、すごい味だったけど、次の回も一生懸命頑張ります。